ススキのラフィラは札幌市中央区に存在した商業施設。現在は再開発による建て替え工事が行われている。札幌五輪の後に当地に密集していた小規模の店舗を再開発したススキの十字街ビルに入居していた。ラフィラとはフランス語で紡ぐを意味するファイラーに女性監視の LA を組み合わせた造語であり、女性的な優しさ。 豊かさ、麗しさ、都会的、自由さ、豊かで、素敵な毎日を過ごしてもらいたい、夢や心を紡ぎたいといった願いが込められている。店内では、文化教室を開催していた。ススキの十字街ビルの老朽化や、耐震性不足に伴い閉館した。シャッターに描かれた閉店を告げる、メッセージ解体中のススキのラフィラ国道36号、ススキの交差点角に位置しており、 札幌地下街、ポールタウンに直結している。ススキのラフィラの跡地は、地下2階、地上18階建ての複合ビルとして生まれ変わり、1から4階に飲食店や、物販店、5から7階に東方シネマズ、7から18階に東急ホテル図形のホテルが入る、予定である。注釈出店、ありがとうございます。